天使の角度は30度、どうもイケリヌです。今日はですね、非常に大掛かりなドッキリを仕掛けていきたいと思います。どんなドッキリを仕掛けていくかっていうと、私ウームに所属してるんですけど、そのウームのマネージャーさんに仕掛けていきたいと思います。ではまずはこちらの PV をご覧ください。いかがでしたでしょうか。すごくないですか。あれ誰だと思います。実は私なんですよ。誰だかわからないかもしれないけど私なんです。あの PV を見てもらって、マネージャーが私かどうか気づくかというドッキリを仕掛けていきたいと思います。そこでご協力いただくのが、はい、はい、じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで、あの外国人風メイクをマリリンさんにしてもらって、はい、あの PV を使って私のマネージャーにドッキリを仕掛けていきたいと思います。誰だかわからない状態に、はい、していきますんで任せてください。ありがとうございます。いや、お願いします。いやでも本当あの初めてなんですよね。以前に初詣の時にちらっと出させていただいたんですけど、す初めてなので、はい、めっちゃ楽しみです。レッツラゴー。はい、ということで今からモニタリングしていきたいと思います。じゃあ作戦開始。おーすごい、ドキドキ。いやあれ結構わかんないと思うんですよ、あの PV 見て。いやとりあえずまず成功することを祈ろう。あ、そうなんだ。今のところ普通にね、順調に会議室で会話してるっぽいんでいけてそうですけどね。あ、でね、うん、あの激犬さんってさ、服、うん、とかって好きだっけ。本題に入り始めました。これ本当に結構秘密でお願いしたいやつなんだけど、うん、服の服というかブランド、うん、系の案件があるんだけど、激犬さんに宛てに今話が来てて、うん、チラシ的なのも、例の謎のチラシすごい新しいブランドで、ベネズエラかどうか、ベネズエラ、そう、ブランドで。ベネズエラってどこだろうっけ。あったかいとか。そうで、ベネズエラなんですよ。はいはいはい。で、何をしてほしいかと、動画投稿とかは来たんですか。今のところ話に上がってなくて、ベネズエラに来てほしい。ベネズエラに来てほしい。ブランドイメージのそういうプロモーションビデオ的なやつってあるじゃん。なんか女優さんが歩いてて、ああいうのを撮りたい。はい。で、まあ、海外だからさ、2週間行ってほしい。2週間も2週間は、でもちろんあのイケンさん1人じゃなくてマネージャー分も、あ、私も行くまあね、ちょっと問題が、先方がその日本語喋れないからこれ何語になるの。ベネズエラ、マネージャー無理字、英語多少通じるのかな。ごめん、ちょっと言わせてたんだけど、なんかベネズエラでこのブランドの立ち上げますみたいなパレードみたいなやつもあって、はい、そこにもちょっと出てほしい。すごーすごーってめっちゃ信じてるじゃん。格好とかも結構日本と違うじゃん。こんななんかジーパンに何か T シャツ着てみたいなのじゃないじゃん。え、なんかね、サンバの格好してほしいとか言われてるんです。サンバの格好、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 まあ、割と多分露出高めの、え、それはでも必須、先方からの、あの指名だからさ、え、こういう格好させる、サンバの格好調べてる。でも2週間も入れなくなって、まあ、それこそその間に動画とかも撮れると思うんですけど、クリエイターさんとって2週間って相当だからね。2週間ベネズエラは普通にクリエイターとして YouTuber として見たら嫌ですね。まあ、イケリさんが本当に行きたいっていうのであれば全然ついていくんですけどっていう感じかな。ついてきてくれるんだね。優しい、優しいマネージャー。あ、で、まあ、肝心のそのじゃあどれぐらいイケリさんに対して支払えるのかみたいなところ、あ、はい、教えてほしいです。まあ、ちょっとやっぱ海外でベネズエラってすごいなインフレ持ってるような
国に行って今言われてるのが基本いいねでいいです。あのビキネさんがこれぐらい欲しいですって言ったらそれぐらい払いたいです。お相手もちろんね、その青天井ではないんだけど、まあマックス900億ベネズエラボリバル。何が900億ベネズエラボリバル900億ベネズエラボリバル。やばっ。1億円。って1億円納得しちゃったんだけど、9000なんだっけ、なんとかベネズエラ900億ベネズエラボリバル。結構突拍子もない案件だけど信じてる。嘘でしょ、本当に日本に対してなんかそういうの SGM っていうブランドを発信していくのに本気だし、この PV の時とかはこれじゃないんですよね、うん、きっと。あ、もちろん普通の PV について触れてきた。で、ちなみにこの今ベネズエラバージョンの女優さんいるじゃん、はい、これのプロモーションビデオが実はもうあって。女優さん、私です。これはもうさあ、いよいよのビデオが出る時です。こういう感じです。あ、着やすいと思う。かわいい。かわいい。すご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 い。これでもベネズエラ人の方、うん、ベネズエラ人。え、そうなんですか、この人。すごー。ってことはゆきねさんと一緒だと。あ、そうだね、ゆきねさんと同い年だね。そしたらマリリンさんのメイクすごいわ。わかんないんだね。自由管理とかまだね、全然バレてないので、これから突入してネタバラシしていきたいと思います。行ってきます。行ってきます。はい、ということでドッキリでした。ドッキリ大成功です。